はい、今起きたんだけど、マクドナルド朝ごはんで食べたいと思います。チーズバーガーです。うん、あ、みんなのハートをつかめつかめ。今回は YouTuber のモノマネだから、みんなまだ動画消さないでね。霜降り明星さんの YouTube チャンネルの企画で、お笑い芸人さんに楽屋挨拶に行った時のオフの時のモノマネみたいなのをやってて、それがすごい面白くて、それを YouTuber バージョンでみんなに見てもらいたいと思います。いつも俺がやってるモノマネは YouTuber の動画のモノマネ、今からやるのは YouTuber が動画を撮ってない時のモノマネ。もはやモノマネじゃないのかな、あ、こんにちはみたいな感じで会った時のそのまんまのモノマネをしたいと思います。はい、じゃあ最初はパパラピーズのジンジンさん、ちょっと初対面で抑え気味な初めましての感じで、初めまして、おはみ、タスクくん身長高いやんな、ほんまびっくりした、ほんまびっくりした、ほんまに。お腹空いてる？ジンジンな、よく新大久保で着付きのな、あのサムギョプサル屋さんあるんやけど、行かへん？はぁ、ほんとか、ほんま身長大丈夫そう？え？ジンジンも大きいって、あんたいい加減しや？行こう行こう。って感じかな。エミリンさん、エミリンさんは会ったことがないから想像で行きたいと思います。あ、はじめまして、よろしくお願いします。ほんまですか、褒め上手やわ。よろしくお願いします。動画のカメラ回ってないと静かなイメージ。はい、次ヤッピくん、一度だけ会ったことあって、その時の感じでいきたいと思います。なんでモノマネしてるん？見てんで、お酒は飲めるん？ラファエルさん、動画たくさん見てるからちょっとやってみたいと思います。あ、お疲れ様です。あれですか、今日ケツの方18時ですか？あ、了解です。そしたら僕の方で会議室を押さえとくので、ちょっといいですか、すいません。13時18時で、そしたら先にもう会議室の方行っていただいて、はい、あ、ご飯って食べました？そしたらフードの方を届けさせるので、はい、あ、全然大丈夫です、経費なんで、はい、そしたらよろしくお願いします。こんな感じかな、なんか仕事ができるビジネスマンの方みたいな。次、カノックスターカノ、初めて会った時の初対面の時の新大久保駅で集合した時の感じで。カノです。結構身長高いですね。結構適当っすね、いつも。じゃあとりあえずあっちの方行きますか。この動画大丈夫？結構リアルにやっちゃってるからこんな感じかな。はい、じゃあ次、テンチムさん。あ、はじめまして、テンチムです。はい、あ、今日撮影ですよね？はい、あ、アプリの方ですか？はい、あ、そしたら私の家でいいので、あ、普通に Uber いつも通り頼んで撮影する感じで大丈夫ですか？はい、あ、平気です。はい、よろしくお願いします。まほとさんも2回くらいお会いしたことがあって、その時のリアルなモノマネです。タスクじゃん、見てるよ、お疲れ、丸っこいな。次、ときもちさん。ああ、はじめまして、ときもちです。いえいえ、こちらこそいつも取り上げてくださって本当にありがとうございます。これ韓国のちょっとしたお土産なんですけど、よかったら食べてください。パーカーくん。あ、はじめまして、パーカーです。タクスさんですか？あ、ちょっと着る服を間違えてしまったので、一旦家帰ってもいいですか？ありがとうございます。そしたらまた1時間後。はい、以上、こんな感じで YouTuber の人にオフで会った時、カメラ外でもし会ったらこんな感じだよっていうののモノマネでした。まあそんなお前はどうなんだよってなると思うんだけど、ぜひね、俺に会ったことがある YouTuber さんモノマネ待ってます。俺は今やった YouTuber さんよりももっとひどい人見知りなので、 YouTuber のその素の部分のリアルな感じがまた見たい人は、好評だったらまたやりたいと思うので、グッドボタンよろしくね。ということで、じゃあね。
あ、インスタグラムもフォロー待ってるよ。